すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ですね、なんとようやく人間ドックの結果が出ましたということで、その結果を確認しに都内某所へ来ております。今回は実際に医師の方と一緒に結果を見ていくことができるということで、自分の体についてより精密に知ることができそうです。人間ドックの結果自体もね、非常に楽しみということで、早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで、人間ドックの結果を、今回は医師の方たちと一緒に見ていきましょうということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回人間ドックをご紹介させていただきました、医療会社クラップ代表の原です。お願いします。ドクターカオリこと川田です。 YouTube で、ドクターカオリの YouTube 病院っていうのもやっているので、よろしければ見てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。僕自体およそ2年ぶりくらいの人間ドックで、前回の結果がもうかなり悲惨なものなんですよ。見ましたよ。あ、マジですか。ちょっとかなりやばかったなって自分でも思って、まあ、この2年くらいはジムに通い始めまして、まあ体重も結構落ちたんですよ。そのピークの時から比べるとどのくらい、ピークから大体15キロ近く。そんなに。体重とかは一応目に見えてその減ったっていうのは分かるんですけど、実際その体の中がどうなってるとか、まあ、血液がどうかとか、まあ、結構コメントでもなんか血液がやっぱ大事だみたいなコメントがあったりするので、まあ、自分でも気になった部分でもあったりするので、ちょっと見ていければなと思います。よろしく。さあ、というわけで結果の方をオープンしていきましょう。お、お、めっちゃ A 多いじゃん。身体計測、血液、A、あ、え、めっちゃ A が増えてるな、前回に比べて。あ、なんか怪しいのもあるけど、やば、なんか D もあるけど大丈夫これ。総合コメント、血液検査で異常は認めませんでした。定期的に血液検査を受けましょうということは、血液はもう大丈夫ってことなのかな。これ前回はもう血液というか、まあ、それこそ中性脂肪とかがね、かなり高く出ちゃってたんで、まあやばいなって感じだったんですけど、血がサラサラになってるってことか。で、腫瘍マーカー検査、これか、これがちょっと D 判定になってる。これ大丈夫かこれ。肺がん食道がんで高知になることがありますって感じだけど、なるほど。まあ今回は大丈夫でしたよってことなのか。まあ再検査をしてくださいと。尿検査では異常を認めませんでした。定期的に尿検査を受けましょうと。心電図検査も正常、胃内視鏡検査も大丈夫と。で、ピロリ菌検査、ヘリコバクターも大丈夫、大腸内視鏡も大丈夫ということで、まあ、ちょっとこれだけ気になりますね。これ腫瘍マーカー検査ってやつ、まあ、これだけどうなのかっていうところだけど、まあ、身体計測なんですけど、まあ、身長は 169.3 ということで、前回測った時よりね 0.5 センチぐらい減ってる気がするんだよな。俺ちょっと身長死んでんじゃないかっていうところありますね。でも体重も72キロ弱ということで、まあ、自粛開けてちょっと戻ってはいるんですけど、まあそれでも2年前とかに比べたらだいぶいいですね。2年前はほんと86キロぐらいあったんで、今よりもかなり体もパンパンでした。で、BMI、まあこれだけちょっと B 判定だけど、まあ基準値 0.2 ぐらいしか超えてないから、まあこれは多分全然まあ、今後もね、そのジム通いとか、あと食事制限とかどうにかなるんじゃないかと。俺結構太いな、福井。87センチもあるじゃん。やば。デブじゃん。大丈夫これ。でも最高血圧 A、 最低血圧も A と。もうここら辺もずっと A ですよって。2年間ね、結構ジム真面目に通ってたので、肝機能とかもみんな A ですね。全部 A、 すごい。あ、でもよかった、マジで。なんか血が綺麗になってよかったわ、本当に。前回そのヤバかった中性脂肪も、前回中性脂肪僕400ぐらい出てたんですけど、もう今回87まで下がってる。全然基準値の中で収まってる感じなので、いやマジですげえな。感染症とかも陰性と。いや健康じゃん、ラーメンって。マジでラーメン毎日食べた方がいいんじゃね。これこれだけちょっと気になる、この食道がん、肺がんってやつ。基準値のこれ倍以上いってるな、これ。このね、食道がん、肺がんだけちょっと基準値の倍以上になってるの気になるんですけど、これは僕大丈夫なんですか。これこれですね、はい、SCC っていう、まあ、腫瘍マーカー、はい、そこに書いてあるような肺がんとか食道がんとか、うん、そういったもので、まあ、がんがあると上がってくるマーカーであるんですけれども、ただですね、はい、必ずしもがんだけで上がるわけではなくて、はい、SCC っていうもの自体は皮膚とか、まあ、喉、肺、うん、気管とか、そういった粘膜、うん、そういったところに、まあ、関連ある、そういうマーカーなんですね、はい、なんで、気管支炎、まあ、喘息とかで気管支炎があるとか、あとはアトピーとかで皮膚炎があるとか、はい、そういうのでも上がるんですよ。そういう意味では、はい、喘息とか、はい、アトピーとかなんか持ってたりしますか。あ、僕その持病両方持ってますよ。あ、はい、だとしたらもうそれのせいで上がってるっていう風に考える方が
まあ、自然かな、これを見て、ちょっと肺がん怪しいっていう感じではなくて、まあ、むしろその、まあ、持病の方のね、そのアトピーとか喘息とかそっちの方で、まあ、数字だけ上がっちゃったっていうふうに捉えるのが自然かなと。なるほど。で今回、胸の評価をしてないので、はい、レントゲンとか、はい、CT とかそういったのを、まあ、次回のドックでは、まあ、確認してもらった方が安心は安心かなっていう感じがします。より精密な検査をしていくといいという、はい、うん、そうですね。なるほど。という感じで、一通りちょっとさらっと見ていったんですけど、まあ、前回と比べてもかなり自分的にはいい結果になったんじゃないかなというふうに思うんですけど。そうですね、はい、まあそのね、毎日ラーメン生活っていうことで、まあ、もしかしたら、ね、とんでもない数字が出ちゃうのかなって僕もちょっとこうヒヤヒヤしてたんですけど、はい、もう結果から言うと、もうこれはトータルで、A 判定。マジっすか、 A 判定ですか。でもう捉えていただいて、やったぜ。なんか俺本当に2年前までその D 判定とかもうまさに要再検査みたいなテンションだったんですけど、まあ前のデータとね、あの受けてるところが違うんで、はい、まあ、並べられないんですけども、まああとで自宅でしっかり見比べてもらって、はい、多分どのデータもかなり改善してると思いますし、まあ実際ねさっき言ったその腫瘍マーカーはい、だけ、まあ、ちょっと上がってますけど、それもその、まあ、がんによって腫瘍マーカーが上がってるっていうよりはそのアトピーであったりとか、うん、はい、そういうので、上がってるだけかなっていうふうに思うし、あとはですね、まあ、BMI 若干、はい、もう本当に 0.3 歩、はい、ちょっと落としてましたね、うん、BMI、はい、まあ、だからそれ体重あと、まあ、1キロ落とせばっていう程度なので、な、まあ、そこに関しても、まあ、ジムの、ね、はい、成果っていうのが出てるんじゃないかなと思います。本当のラーメン健康生活、ラーメン健康生活できてるってことでいいですか。ラーメン超健康生活で、ね、はい、なるほど。いや嬉しいですね、この2年なんか頑張ってきた流行ったなというか。そうですね、もう文句のつけようがない。マジっすか、いいデータが出ました。もうこれからもラーメン毎日しても大丈夫ですはい、というわけでね、今回の人間ドックの結果、総合 A 判定ということで、まあ、今後もね、ちょっと体に気をつけつつ、ラーメン生活続けていきたいと思います。さらにちょっと詳細な結果の方を、ドクター川地さんの愛知病院のチャンネルでさらにちょっと見ていきたいなと思ってますので、概要欄に続きの動画も貼っておきますので、ぜひそちらもご覧いただけると、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで引き続き診察の方よろしくお願いします。はい。